日本の未来は明るい。3. AI で私たちの仕事がなくなる？稲作で忙しくなった人類。産業革命でもっと忙しくなる。人はもともと狩猟採集をしていたが、稲作が伝来した当初は、これでやっと楽で安定した生活ができると、私たちのご先祖様は思ったことだろう。しかし現実は、もっと忙しくなった。それは、食料供給が増えるにつれて、人口も増えたからである。そして、今でも私たち人は、稲や小麦の奴隷なのである。狩猟採集時代の人々の1週間あたりの、労働時間は、わずか15時間であったとされている。20世紀の産業革命においても、機械のぶち壊し運動なるものが、イギリスなどで渦巻いた。機械に、俺たちの仕事が取られるというものだ。技術革新が起こると、必ずそれについていける人と置いていかれる人とに、分かれる。そのため必ず格差が広がり、その度に、人々の心の中で、共産主義への希望幻想が広がり、純粋な労働者はいつの間にか、資本家たちへの憎悪の感情を持たされてしまう。ただしそれは別の黎明期の資本家たちに踊らされて、いるだけであるとは知らずに。しかし、産業革命後の結果は、もっと忙しくなった。私たちは、今でも、忙しい。ただしその、忙しさの質は違うかもしれない。今の日本人の生活は、平安時代の貴族よりも、安楽だろう。2AI 時代の人類はどうなる？さて、AI 時代はどうなるかということについてだが、そもそも、AI 時代などというものは現代人には関係ない。というか、そのような概念が成立しない。100年後の歴史の教科書に、AI が進んだ50年間などとして括られるだろうが、現代人にとっては徐々に、AI 化が進んでいくのである。AI 時代になると、こうなると喧伝する雑誌は、資料不足だ。AI の浸透、拡大によって、私たちは、今よりもさらに時間に追われるようになる。具体的には、この時間にこの薬を飲まないと10年後の生存率が何パーセント下がるとか、今日売られている、その投資商品を、この時間に買えば利益が最大だなどということに追われて、いるのかもしれない。そして新しい仕事はどんどん増えていく。さらに、今でさえ紙カルテを使っている病院があるように、いくら AI で、仕事の能率が上がると分かっていてもそれを、初期投資するための借金ができない会社は、人の手に頼ることになる。そして新しい仕事もどんどん生まれていく。ただし、いつの時代にも、自己投資をしていない個人にとっては、面白い仕事は足りないし、イノベーションを起こしたい企業は、優秀な人材の不足に頭を悩ませている。安心してください。その未来予測は外れます。そして未来に関する確信として、私から言えることは、安心してください。その未来予測は外れますということである。今をときめくアメリカのガーファ、中国のバスだって、10年後にも映画を誇っているかは怪しい。ただし現在のコロナ人口狂乱騒動のように、国際資本家たちが15年前から計画しているので、あればお手上げで、そのような未来計画を庶民が知ることは、不可能だ。今現在起こっている事件や事故、統計データを隠すことは、インターネットによって、おおよそ不可能になってきているけれど、